アジーンです。今回は、普段なかなか使えない材料でスクイーズを作っていきたいと思います。こちらです。皆さんももう知っているこちらの人肌のゲルなんですが、いや私にはちょっと今まで手が出ませんでした。こちらが透明じゃない方の人肌のゲル、このサイズで1100円だったかな、東急ハンズで購入しました。でこちらなんですが、こちらは透明タイプです。このサイズで2300円だったかな、こっちの方がまだお値打ちなんですね。いやなかなか普段はちょっと手が出ない材料なんですが、去年発泡ウレタンでスクイーズを作った時に材料費が高い、買えない、1000円以上は高すぎるっていうコメントをいただきまして、その動画から高い材料を使うのは封印しておりました。あとはですね、スポンジで作るスクイーズがすごく大好きで、スポンジで作るスクイーズをもっと極めたいなって思っているので、アジン TTV ではちょっとスポンジの動画が多めになってくると思うんですが、たまにはこういった材料も使って変わったスクイーズが作れたらいいかなと思いました。スポンジではやっぱりこのできない触り心地がこちらでは実現できるので、こういったものを安全に使用していきたいと思います。面白い動画になったと思います。今回は憧れだったザ肉スクイーズ風の生肉を作ってみました。私がこの人肌のゲルを買った時にですね、もう一人の、アニメーション担当してくれているアジン TV のメンバーが、こういうのこそちょっとプレゼントもいいんじゃないって言ってくれて、今牛乳浸しパンスクイーズのプレゼント企画をやってるんですが、ぜひ参加してください。こういう材料もプレゼントしたらみんな喜んでくれるんじゃないかなっていうことで、またこういうのもプレゼントしたいなと思っております。今回は初めてこちらを使ったんですが、すごく簡単に生肉スクイーズを作る方法をご紹介したいと思います。アルミホイルかクリアホルダーを使って型を作っていきます。使用します。デジタルの測りで 0.1g まで測れるものを用意してください。カップの重さを引いてからカップに取材を入れていきます。紙コップがあると使い捨てができるので便利です。今回は取材を 9g 使用します。作った型に合わせて調整してください。取材に人肌のゲル専用の着色剤を混ぜていきます。爪楊枝を使って肉の脂身を再現していきます。ランダムにマーブル模様にしてください。
以上経ったら固まっていることを確認して型から取り外してください。着色剤と表面コート剤を用意します。表面コート剤は着色剤を混ぜる時の水の役目になります。しっかりと混ぜ合わせたら着色していきます。少しずつ濃くしていきます。同じように白い着色剤で肉の脂身の部分を描いていきます。しっかりと乾燥させたら完成です。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。